皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポポロクロイス物語実況プレイパート23です。永遠の番人の館攻略ですね。まあ、このゲームの、まあ、屈指の難関ということで、個人的にね、若干トラウマだったりするような、ダンジョンなんですけども、なんとか攻略していきたいと思います。ね、これでレベルがね、足りてるんだかどうなんだかも正直言って、現状はっきりしておりません。道中の敵ももちろん強いんですけども、ボスがね、頭おかしいぐらい強いんで、そこね、どうなるかな。まあ、とりあえずやっていこう。この薬瓶の中の薬を飲んで、ぱっと見、ピエトロしか飲んでないように見えるけど、なぜか全員ちっちゃくなると。あ、早速、こっからだ。ほら、来たー。ねえ、頭おかしいよ。あざねし。そうそう、当たるものでも確かにないんだけど、いやマジこれしかやってこねえ。HP そんな大きくないから、もうとっとと倒すしかねえな。うわ、ウィンドシュート。あぶねえ、経験値がもったいない。ほんとマジでさ、何なの？人形さんが小さな鍵ゲット。ほんとおもちゃ箱みたいな場所なんだけど、敵が異様に強いっていう。その射程範囲無視の攻撃とかやっぱやばいよね。射程範囲無視でランダムで即死ぶちまいてくるっていう。うわー、ナイフ投げ強い。
なんすか。あ、狙いがそこに集中するってか。ジャンプ切り。あ、とりあえず倒せるけどね。ガミガミミサイル。はい、上がった。入りました。ジャンプ切り。火だめがいけずないし、その宝箱どうやって手に入んの。青いのいるよ。青いのがいるよ。ヒールレイン。ぼっ。えげつねえ。回転切り。だと思った。うわー、なんか増えたー。この野郎。ガミガミミサイル。いや、倒せねえし。ファイヤーボール。ジャンプ切り。ガミガミミサイル。ヒールレイン。着実に倒すしかないじゃん。フェイント。あった。勝ったってか、あれか、ジャンプ切り。あんまりセイントワークの属性相性良くないのかな。よし。宝箱消えてるし。ジャンプ切り。風の刃。ヒールレイン。もう毎ターン
こまめに回復していくのが一番いいね。ジャンプ切り。神々ミサイル。やっぱ攻撃力上がってきてるから風の刃でも結構ね、力になるな。あ、スタミナ弁当減ってきたな。また買わなきゃ。てか竜の涙これ10個で足りるか。足りない気がしてきたよ。何呼ぶ気だ。ヒートブレイズ。ヒールレイン。こんなしたよ。もしかしてこれ、狭くて敵が出てこない、出てこれない。風の刃。追加の敵が。どうでもいいの、主力者今どこにいるの。お、直接殴れない。神々ミサイル。道見えないよ。なんかある、なんかある。歯車。いずれガミガミの新しい技の素材になるのかな。出すぎだろう。いや、多い多い、敵多いよ。スピードウィンドのバフがやっぱ結構な上昇率なんだろうか。こっちの行動早い気がする。よし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 。ガミガミキャノン基本的に全体攻撃としては優秀だね。紹介書少ないからできればあんまり使いたくないけど。あ、アザース回復。あ、セーブもしてくれた。よっしゃ。う
わ、わけがわからん。この緑の方に行きたいんだけど、緑か紫。ちょっと人にうろついてみようか。ここに行くとそこでしょ？で、こうで？こうで？起きたら？で、こうだ。OK！さっき回復してもらったから多分大丈夫だと思うけど、チャレンジ。はい、レディース&ジェントルマン、血と恐怖の殿堂我がコロシアムにようこそ。今日のチャレンジャーはプリンスピエトロとその仲間たちだ。さあ、我がコロシアム自慢の無敗の帝王に対してチャレンジャーはどう戦うのか。それでは本日のメインイベントスタート。さてと、これまた多いな。さっき回復してもらったばっかなんです。せめてこれ人権をピエトロ一番前に送ってやばいだろ。ただでさえ耐久性ないんだから。よろしく。この辺に立たせて回転、あれ？こっちか。回転切り。硬い、さすが。神々キャノン。ウィンドブレイズ。ウィンドシュートくれてよかった。よし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 。次。それ一時そこを一列にならなきゃいけないの？ It's a great! 勝利を手にしたのはなんとチャレンジャーだ。プリンスピエトロの大勝利だ。しかし、チャレンジャーに休息の時はない。続けて次の戦いだ。これ2回戦目と。うわ。なんかすごい、近寄りがたい連中がいっぱい。ちゃんとバフかけていこう。スピードウィンド。で、今持ってるやつは鉄筋、近接攻撃するとカウンターしてくるの分かってるんで、まずピエトロたち守れるような配置にして、点が高く削っていこう。ジャンプ切り。お、一撃。ミサイル。風の刃。よし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 。
ガミガミミサイル。こいつ HP そんな多くないぞ。この会話終わんない。はい、再開生命。うわあ、敵早い。何もしてこない。舐めてんのか。回復量がいいですね。倒せねえし。ピエトロが前線に行ってもそこそこ戦える。第4回戦目と。次は何だろう。うわ、ヒートブレイズ。とりあえずヒートブレイズ。早いな、本気。もう、バナナ削っていこう。ホリーバースト。うわ、いてえ。あら。おっと、これ死んだか。
これ一人じゃどうにもならんな。全滅だ。マジか。あのハリケーン連打もう運がなかったとしか言いようがないでしょう。まあ、とりあえずまた次回、リベンジしたいと思います。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。一応次週よりポポロクロイス物語の、実況動画の更新の方は、毎週日曜の、更新になりますのでよろしくお願いします。ではポポロクロイス物語実況プレイパート23最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。